続いては1位の発表となりますが、この1位の試合、これだけ衝撃的な2位の試合に大差をつけての1位となりました。2008年のベストマッチはこの試合です。1位、 WBA 世界ウェルター級タイトルマッチ、ミゲール・コット対アントニオ・マルガリート。さあアントニオ・マルガリート出撃です。ティファナの竜巻トルネード、チャンピオンのミゲール・コットを倒せば間違いなくマルガリートはもっとでかくなります。アントニオ・マルガリート、そしてミゲール・コットです。現在の中量級ナンバーワンという人がかなりいます。間違いないことでありましょう。盤石な確固たる時代を今築こうとしていますミゲール・コット。何人もの強者を退けてまいりましたが、また一人強い挑戦者が目の前に立ちふさがります。まずコットがどう出てくるかですけど、コットはスタート要注意ですよ。すべてコットの動きがまず中心であります。ジャブを放っていきます。このジャブは距離を取ろうというジャブなのか、あるいは入っていこうというジャブなのか。やっぱり体は丸くて大きいですね。大きいですね。2人の身長差は7センチあります。リーチ差は13センチ、いずれもマルガリート上回っています。チャンピオン、おお左コット、コットはおお左ジャブ、最後左、いつものようにコットは高い、いいですよ。覗くミサイル、ボディから上持ってきました。ボディから上に持ってきました。あーコーナーに押し詰まります。打ち出したら、あーだから、あー打たすと強いですからね、打ち出したら強いですから、コットはロープに詰まらないことですね。このマルガリートの人間風車を回させないことですよね、風車をね。うん、だからそういうところはやっぱり考えたボクシングやってますよ、コットは。あの強烈なマルガリートのペースに乗せないというコットを考えた動きを見せています。ジャブから2サイド、早い早い。いいですよ。インサイド打ち込んでスッと出てきました。この分詰まるとやっぱりプレッシャー感じますよ。マルガリートのプレッシャーを最大に受けるパンチっていうのは強烈すぎますからね。うん、そうですね。いかに。でも聞かないですね。あ、そうですね。笑ってますよね。今笑いましたね。不敵な笑いを浮かべました。お前のパンチこんなもんかって言ってましたからね。アントニオ・マルガリート、ーダービー、今クロスク組みましたね。たたたた、コットがプレッシャーを完全に受けてます。コットプレッシャーを受ける、押される、パワー感じてますね。これはマルガリートのパワーです。ボディを続きました。マルガリートタフトもあるしですね、パンチもあるしですね。ちょっと今日話しかもしれませんね。そうですよね、話ですよね。左からコットはね、ロープ背負って止まらないことですね。あっ、押されますね。体格の違い、これをまざまざと今肌どうだ。ただ今のところ有効なクリーンヒット打ってるのはコットの方ですよ。はい、ああそうですか。ジョーさんはここまでそう見ます。半分過ぎました。ジャブアッパーカットからいいの当ててますよ。当たってますね。カットはコットは懸命に動こうと、おーとととロープローをちょっとアピールしました。ミゲルコット鼻血もやっぱり止まってませんね。出てます。鼻血、これですね、呼吸がきつくなってですね、スタミナ消耗しますからね。絶対正面に立つか、相手のペースに乗るかというコットの動き、左を出します。これやってるとマルガリートの方も浜さん焦ってくるでしょうね。自分なかなか自分の距離ペースが作れないということで ね、いつものいい感じのあの自分の連続攻撃が打てないというようになりますと、ボディはですね、やっぱりいいですね。そうですね、これボディ攻撃が影響しますね。これです、これです。コッキーきつくなりますね。これコット腰がちょっと後ろを引いてますもんね。ちょっと腰引けましたね。コットがこれだけ押されながら戦う初めですね、試合はなかったですよね。なかったですね。もうディレイも余裕を持って全部ディアンジしていましたけどね。あーっと飛び込んだ左。長谷川さん、これ形としてはコットがやっぱりプレッシャーを受けてると見ていいんでしょうかね。そうに見えますよね。受けながらもでもうまいこと戦ってると思いますね。はいはい、足を使い、パンチを使い、はい、ディフェンスもうまいことしてですね。で自分のパンチを要所で決めてますもんね。当たってますね。あ、パカッとは左を、これでダブル持ってきました。ボディを打たれて思いっきりの左フック返してるんですけど ね、やっぱりびくともしないから、見た目にあれですね、やっぱり十分パンチ集める感じに見えますよね。止まりませんよ。あ、コットはマルガリーの倍パンチ当てているんですけどね、一発打たれると止まりません。これはうまくかわします。パカッとは当たらない。来
ました。マルガリート状態だけでかわします。まあ、しかしいいパンチ入れてますよ、あのコットは、ね、うまさがこの強さをしのげるのか、あるいは強さがうまさをもう倒し押し切ってしまうのか。やっぱりどんどん受けてる間に効いてきますでしょうからね、これね、やっぱりね、何回も言ってますけども、うん、インサイドショートパンチ、ビッグクロス、どうだ、いいの打たれてますね、止まらない、ね、あ、インサイド、おー、右左と、マルガリートもね、ああいうパンチ食っていくとね、はい、だんだん鈍くなってくるんですよ、そりゃそうでしょう ね、 ますよね、いくらなんでもそうでしょうね。確かに序盤いい足の運びを見せていましたが、本当体力でねじりますね、来ますね、相打ちしてくる怖さがありますね、はいはい、マルガリータコットのディフェンスの動きを思い切り叩いていきます。このアッパーキーですね、コットフラッシュ、コットフラッシュ、コットがフラッシュ、クリンチ、アッパーキーですよ、左アッパー、コットがクリンチに走ります。あ、ここアッパーキーですね、隠しきれません、コット、あ、ボディフェンスしきれない、ブロックを破ら、ブロックが破られつつあります。ナコフラのミゲールコット、マルガリートのまだあの風船がどん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 来る感じ、あ、ワンツー、タフですね、今綺麗に2つ入りましたよね、入ってますよ、絶対止まるんだという多分そういう指示なんでしょう。あ、効いてますね、効いてますね、左フック、あ、コット効いてますね、カウンターを左フック入れました。ただ動きは相変わらず止まりません。8割を超す KO 率を誇るミゲルコットがこの自分のパンチが効かない、初めてこの ね、 ですね、効かないパンチ相手に相対しています。いきなり行こう、いいカウンターですよ、いやー、それでもいいですね、動きながら左、いいカウンター打ってますけどね、コットもいろんなことをやろうとしています。コットはことによるとそのもう倒すことを諦めてポイントアウトすることを、確実に3ラウンド取ることを考えた方が勝利のためにはいいかもしれませんね。完全に、逃げ切り体制を作ってますよね。あ、やっぱりコットは上手いですよね、基本的にね、もう徹底してますね、今、おうおう、あ、詰まったのか、詰まったのか、コットも、うん、止めないことですよ、あらら、ミクロス、あー、止まった、コットが、コット止まりました、コット止まった、ガードが、ガードが開いています。もうこれあのコットのペースうまいこと戦ってるなと思ったんですけどね、最後に本当分からなくなっちゃう、このパンチですよ、こら、あ、これ効いた、コット鼻血も止まっていない、ワンツーいたろう、これで下がってくれない、しかしいいパンチ入れてはいますよ、コットも、で打ち合うことですよ、それで、コットが、コットが襲いかかれています、ね、ダメージありますね、かかられています、アウト、トット、あ、これレフリー止めるチャンスを、いや、まだそろそろはないでしょう、あ、左へ、ショート左へ、危ない、危ない、オザー、ダウンだ、ダウンだ、ついにコットがダウン、ついにコットがダウン、膝をついた、まだ1分入りますからね、だからこのラウンドが怖いって言って言ってたんじゃないですね、これ膝をつきまして、とりあえず止めようという、マルガリート攻めますよこれ、あ、ショートから、ショートが始まった、右ラッパー、危ない、危ない、聞いた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 、危ない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 、ついに崩れ落ちる時が来たか、右が当たった、ボディを渡した、力残ってないか、左から、右から、クリンチするわけですね、上から下から、あ、力残ってないですかね、クリンチの力も満足に残ってないかもしれませんね、あと1分、今のはスリップでしょう、あ、スリップじゃない、今、あ、止めた、止めた、止めた、試合終了です、コット諦めたか、初黒星です、ミゲールコット、いやきつかったですね、ついにアントニオ・マルガリート、マルガリートも苦しかったですね、攻撃のこのマルガリートの強風の前に崩れ落ちました、ミゲールコット、我慢の勝利ですね、マルガリート、ね、我慢して我慢して攻めて攻めて我慢して攻めてまた攻めて、ついに崩し落としました、マルガリート新チャンピオンです、3度目の戴冠、チャンピオンオブザワールド、11ラウンド2分5秒ですね、ティフォアナトルネードアントニオ、ティファナの竜巻ですね、マルガリート、試合としては面白い試合だったよね、竜巻がミゲルコット城を吹き飛ばしました、あ、チャベスが喜んでますね、メキシコのスーパースターフリオセサールチャベス、よしビバメヒコと、よくぞやってくれたと後輩を、褒めたたえているようです、いやー
やっぱ、面白かったですね。両者を称えたくなる試合、うん、本当これぞベストマッチ。あ、浜さん、はい、コットが、あのコットが初めて負けた試合、うん、まあそうですね、あのね、ロープからロープに、ずっと背負いっぱなしの状態ですよね。まあ叩き上げのマルガリート、まあ、実践派のマルガリートと天才のコットという図式でしたけどね、まあ天才を実践でやった、戦ってきた選手が打ち勝ったという内容ですけど、うん、マルガリートは最後の最後まで下がることしなかったですよね。これが勝因でしょうね。まあ、コットは自分のベストパンチを入れても入れても相手が同じマイペースで打ってきましたからね。これが息を詰まるような感じあったでしょうね。これこの試合ですね、はい、実はジョーさん再戦の話もあるらしいですね。そうなんですね。来年の6月ぐらいにですね、マルガリートコット、はい、採点の話があるんですけど、その前にマルガリートはですね、シェーン・モズリーと対戦するそうなんですよ。そうですね、それがありますからね、面白い試合がね、まあ来シーズンの目白押しということになりますが。